皆さん、こんばんは。ペルーディスタ、小沢です。今日はちょっと日中バタバタしておりましたので、えー、ちょっと遅い時間の収録、それから動画の公開になりますけれども、えー、突然やってきましたね。レアル・マドリーガ・パリ・サンジェルマンのエンバペに対して、1.6億ユーロの正式恐怖を出したという報道が一斉に昨日24日にスペインメディアで駆け巡りまして、まあ、世界中に駆け巡りまして、 え本日25日はスペインメディアももうずっとその話題で、まあ、日本のメディアでも、ね、大きく取り上げられておりますけれども改めてそちらの話題について、えー、簡単に解説をしたいと思います、えー、まずはですね、まあ、ここ最近特にこの1年ぐらい、えー、マドリーノ・フロリンティーノ・ペレス会長を、えー、まあ批判するような動画、えー、コンテンツばっかり出してきましたけれども、まあ、今回ばかりはペレス会長 恐れ入りましたと個人的にはまあ拍手したいですけれども、えー、まあこういういい、ね、動画はもちろんエンバッペそれからパリ・サンジェルマンのファンサポーターの方もお聞きになっているかと思いますのでしっかりと、えー、まあパリへの敬意も払いながら話したいと思いますが。 まず、えー、この段階でオファーしたということはもちろん間取りとしては、えー、今シーズン、それからこの夏、まあ、8月31日で移籍、えー、マーケット閉まりますので、まあ、1週間切ってますけれども <laughs> まあ、あと1週間でエンバペを取れるかどうかというところで、まあ、ラストチャンスにかけたというような間取りの動きではあるんですが、まあ、これ、まあ、しっかりと、えーまあ、単純な動きだけで見るんじゃなくて、まあ、どういうことが裏で起こっているのかというところのバックボーン、えー、背景ね それから文脈コンテクストも含めて理解しないとなかなか受け取りにくい動きじゃないかなと思いますけれども、まあ、改めて前提条件を整理しておくと、まあ、まずエンバペ、ね、は選手はレアル・マドリーに移籍をしたいとレアル・マドリーでプレーしたいというところの意思は固いようですので ずっと、えー、パリ・サンジェルマン人から、えー、契約延長のオファーは来ておりますが、えー、拒否しているという状況ですよね。でまあエムバペとパリ・サンジェルマンの契約は残存1年を切ってますということで、えー、来年2022年6月末で契約が切れますので、えー、今シーズン限りの契約ということで、まあ、マドリーとしては、まあ、エムバペ無理にこのタイミングで取るそれからねこのタイミングでオファーしてますけれども、えー、1年待てば うんまあ、フリーで、えー、ただで0円で取れますので、えー、そこまで頑張って、今オファーしなくても取りに行かなくてもいいというところは前提条件があります。えー、じゃあなぜマドリリーが、えー、このタイミングでパリに対して 正式にオファーをしたのかというところが一番の論点になりますけれどもまあ個人的にはやっぱりマドリーロレンティーノ・ペレス会長がまあマドリーの意地を見せに来たなとまあ改めてプレゼンスをねこの移籍マーケットの中で示しに来たなとまあ正直やっぱり近年のマドリーそれからねもうメッシも手放さざるをえなくなったバルセロナも含めてラリーガの2強はヨーロッパの2強 でしたが、えーまあ、ここ数年で言うともうそういう図式がなくなってしまったと、まあ、なおかつ、えーね、カタール、えー、国の、ね、資本をバックにつけているパリや、えーまあ、UAE= ハラブ諸国連邦をバックにつけているマンチェスターシティのようなやっぱりねクラブが。 えー、まあ、遺跡マーケットの中では、潤沢な資金使えますので、有利になっていて、まあ、たとえね、えー、まあ、ラリーガンの中ではもちろん、ドリりはドリーなんですけれども、今、ヨーロッパのマーケットにおいては、うん、まあ、間取りはガラクティコ銀河系軍団、うん、作れない状況になっていて、まあ、まあ、このコロナ禍ですので、まあ、ここ数年大きな補強もできなかった。で、まあ、今シーズンに向けてで言うと、 まあらばをバイエルンからえ契約満了でえフリーで取っただけで大きな動きはなかったということで、着々とこのコロナ禍でもエンバペ獲得のための資金を蓄えてきたというところのペレス会長でね、堅実な経営手腕は改めてね評価されるべきだと思いますけれども、やっぱりこういうところで、ずっとね、ある意味で苦虫を噛んできたマドリーが まあそうじゃないだろうと、えーまあ、こういう言い方すると大変パリのファンサポーターには失礼になるかもしれませんが、まあね、マドリー・ペレス会長がパリなめんなよというような一表示じゃないかなというふうには個人的には受け取っています。というのも、えーまあ、もちろん、この移、ね、籍、えー、選手のサッカー選手の移籍というのは、まあ、まずクラブ間の合意がなければ基本的には選手と。 え話すことができないというのはルールなんですが、まあ、そんなことを、ねえー、しっかりとやっているクラブは、まあ、ほぼ世界でプロクラブはないわけで、基本的にはまあまあマドリーはすでにエムバペと、えーまあね、高等レベルだと思いますけれども、えー、合意に達していて、まあ、基本的には来シーズン、まあ、パリって、えーね、契約が満了すれば、まあ、マドリーに来てくださいねというところを、多分もう、ねえー、選手とクラブ間では合意に達しているわけなので。 今、マドリーが何か動きを示す必要はないんですが、やっぱりこのタイミングでパリに対してオファーを出したということは、これ、マドリーにとっては全く負ける可能性がない、完全な勝ち戦ですから、これあってボールを投げることによって、パリに相当なプレッシャーをかける、それのみということですから、パリどうしますかと、今、1年、うちは待てば、別に0円でエムバペ取れますけれども、 ね、こうマドリーですから、我々マドリーですから、0円フリーで取るなんて、ね、せこいことはしませんので、えー、1.6億ユーロ、一応値段つけときますよというような形で、えー、まあパリの、まあ、ある意味で鼻をへし折るような、まあ、これまで、まあね、この夏でいうとメッシュまで取ってしまった、えー、パリの、えー、まあ銀河系軍団、まあ、それから、ね、チーム作り、えー、そこに対して、まあ、改めてマドリーもいるんだよというところをね、 まあもちろん、今の,のヨーロッパのねえまあ世界のかなえサッカーマーケットにおいては強いチームを作るためにはお金は絶対的に必要ですけれどもえタイトルや歴史、文化えそういったものは簡単にお金では買えませんよというような文脈まで個人的には含まれているんじゃないかなと思いますのでえ何か個人的にはまあマドリーはもちろんですけれどもペレス会長の意地を感じるまあ今回の出来事でしたしまあもちろんレアルマドリーとしてねえこういった動きを まあ、例えばクラブの、えー、ホームページで正式にリリースすることはありませんがまあ今朝のマルカも明日もね一斉に、えー、マドリーが正式にオファーしましたと、えー、1億6千万ユーロですということで、えー、みんな一斉に出してますのでまあもちろんマドリーはしっかりとね まあメディアと仲良くうまく付き合いながらこうやって一斉にメディアを動かせるようなやはりパワーも持ってますのでまあそういうところも含めてマドリンのやり方用意周到だなというところとまああとはこの金額も絶妙だなと個人的には思っておりますまあちょうど先ほど、えー、パリのスポーツダイレクターのレオナルドがどうやらね1.6億ユーロでは 全くお話になりませんけれども、まあ、1.8億ユーロぐらいから考えますよみたいなニュアンスで、まあ、そういうコメントもしているようですけれども、まあ、パリとしては、こうやって、えーねまあ、パリにとっては、絶対に勝てない負け戦ですから、まあ、そこの表舞台に引っ張り出されてしまったということで、まあ、パリにとっては何を言おうが、これから何をやろうが、もうね、えー、基本的にはエムバペをマドリーに手放さざるを得ないということですので、 えーまあ、正直、パリ・サンジェルマンというクラブにとっては、まあねえー、来年フリーで出ようが、まあ、この、ねえー、タイミングで、えー、1億6000万ユーロなのか、1億8000万ユーロなのか、えー、2億ユーロなのか分かりませんけれども、まあ、正直、えー、お金はそんなに問題じゃないと思いますし、困ってないと思いますので、<laughs> まあそれよりも、まあ、エンバペのような、まあ、フランスを代表する、えー、それからまあ世界のサッカー、これからの、ね、ヨーロッパサッカーを牽引していくであろう、 まあ世界的なクラック、えーもうね、未来のというよりも現時点での、えー、世界的スター選手をやっぱり、えー、引き止められなかったマドリーに、えーね、こう引き抜かれてしまうというところは正直、相当なプライド、それからブランドにダメージつきますので、まあ、そういうところ、ね、こういう戦い、戦、ね、えー、もうマドリーにとっては絶対に負けない。 え、勝ち戦にパリを引っ張り出してきたというところの、えー、戦略、戦術も含めて、まあ、さすがペレス会長だなというところは感じますので、まあ、私もね、えー、欧州スーパーリーグ構想のところあたりから、まあ、散々ペレス会長のことは批判してきましたし、まあ、CVC のね、えー、まあ、ラリーガが用意した投資ファンドの案件すぐに拒否して、 まあ、テバス会長を訴えるみたいなところの、ね、リアクションも含めて、まあ、ペレイス会長どうかなという部分もありましたが、まあ、今回の、えーまあ、動き、まあ、水面下ですけれども、えー、正式にホファーをするというところに関して言うと非常にうまいやり方じゃないかなと思いますので、まあ、マドリーにとっては、えーまあ、このタイミングで、ね、1.6であれ1.8億ユーロであれ、まあ、基本的にこのタイミングでエムバッペその価格で、えー、獲得できれば万々歳ですし えー、パリが5年たりとか、パリが、ね、主導権を握ろうとしてきたら、いやいや、別にうちは、えー、あと1年待てば、あるいは、ね、2022年の1月になれば、まあ、契約の,の、ねえー、残存が半年を切ったタイミングで言うと、まあ、マドリーやエンバベともう契約できるわけですから、もう今、8月の末なので、えー、来年の年明け、1月なんか、数ヶ月先ですから、まあ、1年待たずに、まあ、半年待たずに、ねえー、もうエンバベと、 契約できますよというところなので、間取りとしては全く焦る必要がない、ばたつく必要がないので、まあ、マーケット、ね、この夏のマーケットに関して言うと、あと1週間で閉まりますけれども、間取り、最後の最後でやってくれたなと、まあ、こうなると、パリは本当にね、もうどうしようもない、何を言っても、どう動いても、ワールドアカ基しか見えなくなってしまいますので、ね、まあパリは、とはいえ、 まあ個人的に、ね、サッカークラブの経営ということを考えればエムバペクラスの選手を、えー、フリーで手放すっていうのは、まあね、やってはいけないことだと思いますので、えー、残存1年で1億6000、1億,億8000万ユーロが、えー、つくのであれば、まあ、もうそれは、えー、折れて、えー、飲むしかないのかなというところで。 まあそうなったときにはね、パリがお金を取ったぞということでま、また、あ、マドリー、あるいは、ねまあ、マドリーだけじゃなくて、結構なサッカークラブ、サッカーファンが、ね、久々に、まあ、ずっとね、パリがそういう,こう補強政策で、潤沢な資金使いながら、世界中から選手を買い漁ってましたので、してやったりというところで、してやったりということで、留飲を下げる。 んのかもしれませんけれども、まあでもね、パリもシビアにビジネスとして見て、まあもうね、残されたオプションはこのタイミングで売るしかないと思いますので、まあ追い詰められてプライドは傷つけられるかもしれませんが、パリ・サンジェルマンとしてはこのタイミングでマドリーにしっかりと移籍金積んでもらって売った方がいいんじゃないかなというふうには思います。というぐらい、もうマドリーとエムバペの間ではしっかりとした ね、信頼合意、それからマドリーもね、本気度を示して、いや、エムバペに対して、まあ、口約束ではなくて、まあ、本気で取るよと、えー、まあ、君のことはこれぐらいは最低でも、ね、かけて取ろうと思ってるよというところは、多分示した今回の、えー、正式オファーだと思いますし。 まあね、えー、フランスメディアなんかの情報を見てると、まあパリに払う移設金のみならず、まあモナコに対して3500万円ぐらいの移設金も払わなければいけないし、まあもちろんね、エンバペも相当な高,高額の え年俸を要求してますし、プラスサインオフィー 3, みたいな形で、まあ、契約のボーナスみたいなところも、ねえー、選手代理人、それからエムバペの、ねえー、家族も含めてマドリーは結構なお金を用意しなければいけないと思いますけれども、えー、まあそこは、えー、ちょっとバルセロナとは事情が違って、まあ、コロナ禍でも健全経営をしっかりと貫いてきてペレス会長も財布の紐もしっかり締めてきてエムバペ獲得のための資金は、ねえー、着々とプールしてきましたので。 やっぱりこういう動きができるんじゃないかなと思いますので、まあ、本当にここは、まあ、ペレス会長しか勝たんなというような、えー、エンバペの移籍、えーまあ、騒動になると思いますので、まあ、もちろん今後も、ねえーまあ、日に日にそれから、えー、数時間ごとに数秒ごとに事態が動くことにはなると思いますけれども、まあ、エンバペが何か、ね、公式にコメントしたりすることはないと思いますので、まあ、それからマドリーも、ね、公式に何かコメントしたりリリース出したりすることはないと思いますので まあ表舞台に引きずり出されたパリ、えー、特に、ね、スポーツダイレクターのレオナルドがいろいろ早速言ってましたけれども、これからも、ね、表でいろんなことを言わなければいけないし、試合前後の会見では必ずポチェッティの監督にその質問が出るという意味では、ね、ポチェもかわいそうだなと思いますけれども、えーまあ、パリとしては、ね、メッシまで取って、メッシ、ネイマール、それからエムバペの夢のトリデンテを、ね、さあ今シーズンお披露目するぞと。 メッシ早くコンディション上げて出てくれようというところだったと思いますが、まあ、ちょっとそこ、まあ、そういう目論みに対して、まあ、いきなりマドリーがカウンターパンチ食らわしてきたなというところで言うと、まあね、エムバペがマドリーに来てくれると、まあ、もちろんマドリーの、ね、戦力的にも大幅にアップもそれプラスやっぱりメッシもラモスもパリに行ってしまってラリーガのアイコンがいなくなったところでエムバペという、ね、世界的なクラックが来るというところは。 まあ、ラリーガのブランドにとっても非常に大きいので、まあ、個人的には、まあ、このオペレーションはぜひとも成功させてほしいなと思って見守っておりますけれども、まあ、新たな情報が出次第、えー、こちらのチャンネルでも引き続き扱っていきたいと思います。はい、最後に、えー、こちらちょっと告知させてください。ここに置きましたけれども、昨日8月24日にエルゴラストさんから、えー、ラリーガの、えー、開幕ガイド本、ムック本が発売となりました。えー、こちら私、まあ、ツイッターでも告知しておりますけれども、 えー、今回は監修という形でもう企画の段階から、えーまあ、どういう、えーねえー、ページ割りそれからどういうことを、ね、取り上げていきましょうかということで、えーまあ、その段階から、まあ、ほぼ、えーね、独裁的に、えー、このガイドブックの内容を決めさせていただきました、まあ、私ももちろんたくさんいろいろ書いておりますけれども、えー、特にスペイングランドの在住のジャーナリスト木村博嗣さんに 相当頑張っていただいてちょっと私も考慮前に自宅療養になってしまったので全然ね大事な時期を抜けてしまって本当にご迷惑をおかけしたんですけれども本当に木村さん、えー、小田君の分まで頑張るからしっかり今休んでという温かい、ね、言葉までかけていただいて頑張っていただきました、まあ、選手名鑑とは違った味わいで、まあ、おそらく今シーズンのみならずある程度ラリーが好きであれば 2年、3年、もしかすると5年ぐらい持つんじゃないかなと、ことあるごとに読み返したくなる、勉強したくなるような内容をふんだんに入れておりますので、ぜひ皆さん、書店で手に取って買っていただく、あるいはネットでポチッとしていただければありがたいですということで、またプレゼント企画もやりたいと思いますので、改めてそちらの動画は出していきたいと思います。それでは皆さん、今日も遅くまでご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。プロクシマ